どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。ついにカウンター型のアタッカー運利が実装されましたね。実質クラーラの強化版みたいなキャラですが、初日の評価をしていきたいと思います。今回評価する運利のステータスとしては、無突無持ちでレベル80まで育っています。攻撃力は3200、会心率は 76% で、会心ダメは 84% としてます。会心率を高くしたいところがありましたので、今回は会心ダメはそこまで上げずという風になってます。公園水に関してはアイオンで、異物は風雲と王朝を装備しています。こちらの運利で色々と試してきました。敵の方もそれなりに育っていますので、火力は出せるところかなと思います。それでは実際の使用感をもとに解説をしていきたいと思います。それではまず運利の戦闘仕様についてまとめていきたいと思います。まず運利に関してはカウンターを主軸とした立ち回りが基本となっています。カウンターによって強力な反撃が可能となるわけです。動き方としてはクラーラと似たところになりますね。続いて大事なところとしては、必殺技によって構えという強化状態に入るというところです。これにより間波滅という強化状態の反撃ができるようになります。これには多段ヒットなどが用意されていますので、効果力を出す上ではとても重要な要素となっています。ちなみに構え状態の時にカウンターができなかった場合は、強制的に間波斬が発動するようになっています。これに関しては追加のヒットダメージというものはありませんので、ダメージに大きな差が出るというところになります。続いてウニの基本的な仕様としては、スキルによる拡散攻撃と自己回復があるというところです。そのため耐久面と攻撃面の両立ができるようになっています。結構心配な面ではあったんですが、回復量もそれなりに高くなるので問題なく扱えるといったところですね。それでは続いて運利の扱いにくい点について話していきたいと思います。まずはカウンターが主軸となるため、敵の行動回数に依存しやすいっていうのがあります。まあ、良くも悪くもっていうところですね。カウンター主軸となりますので敵に依存してしまいます。また凍結や拘束といった行動制限デバフが敵に発生すると、カウンターの機会が減るっていうのがあります。これは敵の行動回数に依存する結果というところですね。なので、できるだけ相手に行動制限かけない方がいいような状況となっています。また、敵の攻撃を受けるというところで言うと、敵のヘイトを集めれる方法は必殺技しかない状態となります。それがモチーフ公演性を持つというところですね。しかも、ごくわずかな時間しか効果がありませんので、扱いとしてはちょっと難しいかなというところがありますね。運利の戦闘仕様に関してはカウンター型というところでかなりシンプルな性能となっています。ただし扱い方を間違えると全くダメージが出せないというところがありますので、いろいろと考えて使う必要があるキャラと言えますね。まずはキャラの強みについてです。ポイントとしては3つあります。1つ目は拡散攻撃が便利というところです。スキルとカウンターにおいて拡散攻撃ができるようになっています。なので複数狙うってことがかなり楽なところがありますので、カウンターはガンガン入れていきたいってところですね。おまけに間波滅なら追加で6ヒットを与えれるっていう効果もありますので、このあたりもかなり強い部分かなと思います。ポイント2つ目は会心ダメバフが強いっていうところです。必殺技を使用した時になんですが、次のカウンター攻撃に会心ダメージがプラス 100% されるようになっています。これが会心ダメージ低くても大丈夫な理由になりますね。必殺技の際に挑発もしますので、火力を出す機会っていうのもあるのが嬉しいところとなります。意外とダメージが出しやすいんですよね。最後3つ目です。自己管理ができるっていうところですね。これはスキル発動で攻撃力を参照に回復することができます。工場のように HP を持ったりっていうわけではなく、攻撃力を参照にするのでアタッカーとして火力が減る要素がないのも嬉しいところです。また運利に関しては挑発で敵全員を相手にできるっていうのがあります。しかもその状況の中、スキルで回復もあるので扱いやすいなっていうのが正直なところですね。続いてキャラの弱みについてです。運利を使っててここがちょっとなっていうところが2つほどありました。まず1つ目、挑発時間が短いっていうところです。必殺技で挑発が可能っていうところなんですが、次に行動する味方または敵のターンが終了するまでとなり、継続ターンが敵依存となっています。これが非常に短くてもったいないなっていうところですね。続いて2つ目、行動制限に弱いっていうところです。これに関しては自身が行動制限デバフを受けるとカウンターができなくなるっていうのももちろんあります。ですが敵の行動回数にも依存するため、敵の制限デバフは厳禁となります。最近で言えばルワンとかを引いた方が多いかと思いますが、残敗とかこのあたりは使いづらいところとなってます。
運理に関してカウンター型なだけに敵の攻撃を受ける機会を作れないと辛いっていうところがありますので、まあ、敵の動きを意識するところが非常に大事かなと思います。まあ、良くも悪くもというところですね。続いて運理の凸についてです。凸に関しては1凸2凸でカウンターの強化をするようになってます。ヒット数が上がったり防御力無視があったりとですね、かなり強力ですよね。その他の凸で言えば、貫凸をすると構え状態の間、敵が能動的にスキルを発動するとき、運理を攻撃していなくても運理が三波滅を発動するっていうのが強いところです。意外と運理以外を攻撃するってこともありますので、敵の攻撃の機会を逃さないという意味では貫凸するとかなり強いかなと思いますね。しかもいろいろバフが乗りますからね、ダメージも上げやすいと思います。ただ凸を目指すというところになった場合、貫凸を目指さない限りは2凸まででいいのかなと思います。ヒット数を増やしつつ、さらに防御無視も発動できますからね、単純な殲滅力がアップするので、これは強力かなと思います。続いて異物の候補についてです。異物については風雲がおすすめとなります。まあ、装備をするだけで会心率がアップするのが嬉しいポイントですね。運理に関しては本当会心率が大事です。さらにカウンターは追加攻撃となるため、必殺技の湯だめアップとも相性がいいところとなります。続いてオーナメントについてです。オーナメントに関しては王朝がおすすめとなります。ポイントとしてはカウンターをすればするほど追加攻撃の湯だめがアップするというところですね。フォースタのカウンターに関しては追加攻撃扱いなので、ダメージアップと直結します。さらに5層まで貯めれば会心ダメージもアップするため、非常に相性がいい部分ですね。ただしこちらのオーナメントに関しては、会心率があまり漏れないなっていう時はサルソットにすることがいいかと思います。それではメインステータスについてです。銅は会心率、靴は攻撃力、弾は物理ダメ、縄は攻撃力がおすすめとなります。サブステータスの優先度に関しては、会心率、会心ダメ、攻撃力、 HP 防御となります。なるべく耐久値は高い方が良かったりもするので、 HP 防御も漏れることは大事かと思います。続いてエンドコンテンツのために必要だったステータスとなります。こちらクリアした時のステータスを参照しています。まず HP は4000以上欲しいなっていうところです。続いて攻撃力は3200以上ですね。できるだけこれよりも漏れた方がいいかなと思ってます。会心率に関しては 80% 以上です。会心ダメに関しては 120% 以上となります。運理に関してはカウンターで必ず会心を出したいっていうところがありますので、会心率優先で高めに育成するのが一番いいかと思います。なるべく会心率ダメが揃っている異物を選ぶことがいいかなと思いますが、ない場合は会心率を高めるように育成していきましょう。続いて公園水の候補についてです。まず一つ目は夕日に舞うの持ち公園水ですね。壊滅の公園水ながらヘイトアップをしつつも会心ダメがアップするため、カウンター特化の性能となっています。この場合クラウリも使えそうな性能ですね。また必殺技の発動により追加攻撃の湯だめもアップするので、さらに性能も伸ばせるのが嬉しいところとなります。もしかしたらクラーラ用で引くのも全然ありなのかなと思いますね。続いてはアイオンですね。攻撃力アップバフで運理の火力に直結するのが相性がいいところとなります。弱点撃破さえしてしまえば湯だめもアップするので、カウンターがうまくはまれば火力を出すことも可能になるかと思います。こちらに関しては星5の中でも扱いやすいのかなと思いますね。続いてはつかない彼岸です。会心率を大幅にアップしつつも耐久値に必要な HP もアップできるため、カウンター主軸と相性がいい公園水となっています。さらにダメージを受けると余ダメもアップするため、攻撃を受け止める運理としては相性がいいところとなります。そして最後、星4の秘密の誓いになります。こちらに関しては装備するだけで余ダメアップするため、単純に火力を盛るなら装備するのはありかなと思います。また敵の HP が自身より上回っているなら、さらに火力が伸ばせるので、出現したばかりの敵ならより刺さりやすいっていうのがありそうですね。公園水に関してはとりあえずアイゴンをつけておくのが一番いいかなと思います。それではエンドコンテンツの使用感について話していきたいと思います。まず1つ目、忘却の庭に関しては問題なくクリアっていうところでした。反撃の機会っていうのがしっかり作れればっていうのもあるんですが、特にラウンドは気にせずクリアができるくらいの性能ではありましたね。こちらでも十分クリアはできました。またオートでもクリアは可能だったので、扱いとしてはかなり楽な方なのかなと思いますね。続いて2つ目なんですけど、虚構樹脂と末尾の原因に関しては微妙というとこです。まあ、その他のコンテンツってところに関しては敵の攻撃依存ではあるんですけど、カウンターの機会をもらえないとかなり厳しいかなと思います。
特にヘイトをうまく集めれないと活躍は厳しくなるっていうのがありますので、編成選びが非常に大事かなと思いました。クラーラと違って味方を攻撃された時に反撃をするっていう要素が運気にはありませんので、そこで差が出たのかなっていうところです。またモチーフコインスを今回装備していないので、それを装備してる装備してないでも結構な差が出るのかなっていうふうに感じました。なのでエンドコンテンツをするのであれば、ヘイトをうまく集めながらすることは可能です。でこれを集めながらっていうところで言うと、モチーフ公演水を装備したり、リンクスのヘイトアップを活用するのが一番良さそうかなと思います。運理が攻撃を受けるかが重要なので、その点だけはエンドコンテンツをするでは注意が必要というところになります。個人的にはそれでも忘却の庭だけかなっていう感じはしましたね。続いてパーティーの紹介といきたいと思います。まずは星4お手柄編成ですね。運理、リンクス、低運、自由枠となります。こちらに関しては美化金とかでも扱いやすい編成になるのかなと思います。リンクスと低運が運理と相性非常にいいですからね、この組み合わせがいいのかなと思います。続いて追加攻撃特化編成です。運理、トパーズ、ロビン、アベンチリンとなります。アベンチリンのところは場合によっては頬でもいいですね。カウンターと追加攻撃主軸でガンガン攻撃ができるので、そういった意味では扱いやすいかなと思います。追加攻撃っていうところで言うと、トパーズの部分にジェードを入れて追加攻撃編成をするのも面白いかなと思います。続いて運理キャリー編成ですね。運理、低運、花火、フォコとなります。まあ、クラーラと入れ替えしたところっていうところです。これに関しては必殺技をガンガン回せるっていうのと SP を気にしなくてよくなりますので、非常に扱いやすい編成でした。まあ、全然使ってて問題はないレベルでしたね。運理の編成を見てもらって感じたと思うんですが、編成の幅がそこまで広くない分、固定がしやすいので、ある意味組ませやすいかなっていうのがありますね。また、追加攻撃特化編成の場合、攻撃と耐久の両立ができましたので、意外と火力が出しやすい編成とも言えました。また、キャリン編成なら、クラーラと同じ使い方ができるので、すでに育成が完成している人なら、扱いやすい編成かなと思います。でも個人的には、追加攻撃特化編成が一番やりやすかったなと思いますね。それでは無凸無持ち運理の総評について話していきたいと思います。まあ、今回は実装初日ってとこですね。まあ、新しく末尾とか更新されたら内容が変わってくると思います。それではまずガチャについて話していきたいと思います。ガチャについてはクラーラ編成をさらに強化したいならありっていうとこです。運理についてはカウンター型となっていますので、それなりにキャラの扱いや味方の育成など運理以外の要素も必要となってきます。すでに編成用のキャラが揃っていたり育成がしっかりできているならありかなというところですね。それかクラーラの強化版が欲しいならありというところです。個人的にガチャを引くかどうかって話ですると、おすすめはしないですね。クラーラがいるならクラーラでも十分というふうに思ってます。続いてキャラの性能についてです。キャラの性能について話をすると、エンドコンテンツの活躍はそこまでというところです。運理についてはカウンター型ということで、エンドコンテンツについては現在の内容だと忘却の庭以外は正直難しいなと思ってます。特に無凸無持ちの場合はヘイト集めが肝となりますので、ちょっともったいないなっていうふうに感じたところですね。ほんとヘイト集めがうまくできれば最短クリアっていうのを目指せるんでしょうけど、今のところ難しいかなと思ってます。最後に懸念点についてです。敵のヘイトを集める方法が少ないっていうところですね。今回運理を使っていて感じたのは、ヘイトの活用が難しいという点です。特にヘイトアップの方法はモチーフしかないため、モチーフを持ってない場合はリンクスのスキルに頼る必要があります。これが非常に厄介なんですよね。でヘイトアップの機会がとても少ないため、今後の仲間にヘイト系の能力が来るとちょっと扱い方が変わるのかなと思います。ヒーラーでヘイトを合わせるっていうキャラはいないですからね。まあ、ヒーラーであったりとかソンゴとか、まあ、そのあたりいないので、なかなか運理一人では集めづらいのかなと思います。この点を考えると、運理に関してはモチーフ公演性がちょっと必須な要素っていうのが出てきますよね。ヘイト集めが難しいキャラっていうところもありますが、それを公演性でカバーするところがありますので、もし惹かれる方はモチーフ公演性までをイメージしておくといいのかなと思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。